岸一郎没年不明は、日本の野球選手、監督、福井県鶴ヶ市出身、旧姓早稲田中学、早稲田大学、満鉄と一貫して、AS を務めてきた。後に、台湾に渡り、満鉄の関連会社に勤務する。戦後は、兵庫県立神戸高等商業学校の監督を一年、務めた。試合中の不祥事の責任を取って、 シーズン終了とともに対談した、松木健二郎監督の公認として、1955年、大阪タイガース監督に就任。中央球界で、全く無名であったため世間を驚かせた。騎士起用の経緯については、諸説あるが、上田健一の猛虎伝説によると、野田製造オーナーが所用で、運輸省を訪れた際、雑談として、次期監督を探していると話したところ、 騎士を紹介され、断りきれなかったとされる。監督に就任した騎士は、意欲的に戦力の新旧交代に着手していった。投手陣では、衰えの見え始めていた、真田十三藤村隆夫、梶岡忠義に変えて、若手の渡辺昭造、大崎光夫、西村一光、小山正明を起用し、先発ローテーション制を導入した。また野手では、投手から転向した。 タミヤケンジロを4番に据え、サードに若手の三宅修士を抜擢した。しかし、藤村文雄が試合中に公然と監督命令に逆らうなど、ベテラン勢からの反発にあった。真田十三は、後年の取材に30歳以下の選手しか使わん、得意の球を若い者に教えてやってくれと言われて、冗談ではないと思ったと述べている。これに対し、奥井誠一は、 若いものしか使わないと言ったのではなく、調子のいいものを使っていくと言ったという。対巨人戦級連敗が響き、33試合目を終えたところで、5月21日に病気療養の名目で休養。藤村が公認となった。騎士に関しては、その後野犬的に取り上げられることが多かったが、起用した若手選手たちは、皆球界で何らかの足跡を残した選手たちばかりであった。 ありがとうございます。